はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、聞いたことがあるかもしれません、コブラ効果を考えて、社員の要望に応えようと、こんなお話をしたいと思います。コブラ効果ってね、何かっていうことをね、一応確認をしてみたいと思うんですけども、実はですね、イギリスですね、インドを植民地してた時にの出来事なんですね。どんなことがあったかって言いますと、猛毒を持つですねコブラをね、一斉にですね駆除しようとしたんですね。でイギリス人はどうしたかというと、駆除した人に報奨金を与えるっていう政策を打ったんです。そうするとね、どういうことが起きたかというと、報酬命令みたいにね、当然ですけども人々はコブラを退治して、コブラの数は一時期は減りました。減りました。ただどうかということなんですけども、コブラの、ね、死骸を持ち込めばお金になると分かった、人々は何やったかってことなんですけど、実はコブラを今度は飼育するようになったんですね。草むらの中から探してきて、獲得するのは大変ですから、むしろお金になるんだったら飼育しちゃおうということで、かえってね増やすような行動に出るわけです。そうすると、ね、突然で政府はね、こんな風になって増やしたら困るっていうことになったんで、政府はこの報酬制度をやめちゃったんですね。そうするとどうなるかというと、飼育した、増えたコブラは今度またね、野に放たれましたから、施策を取る前よりもコブラが逆に増えてしまったっていうね、こういうようなことをコブラ効果って言います。実はねこれと同じような効果でラット効果っていうね、今度はネズミなんですね。ネズミの話もあります。これフランスの方なんですね。これはフランスの、ね、植民地支配してた時にベトナムのハノイで起きたことなんですけれども、インドネシア、ごめんなさい、インドネシアですね、インドネシア総監督府はですね、蔓延してたラット、いわゆるネズミのですね死骸を持ち込めば報酬を与えるこというふうに、払うことにしたんですね。そうすると死骸の一部を持ってきても報酬払えるようにしたため、どんなことが起きたかということになるなんですが、ネズミの尻尾のところありますよね、尾っぽのところ、ここだけですね、ラットの、ね、を持ち込まれたんですよね。そうするとラットの、ね、数が減るどころか、尾のない、いわゆる、ね、尻尾が切られたラットがハノイ中にですね目立つようになってきたんです。ちょっとね奇異な感じはしますけども、尾っぽがないんですね。でどうしたかというと、放ったラットがね、後でより多くのラットの子を産ませた方がより多くのですね報酬を得られるっていうふうに判断したんですね。ですから殺しちゃうよりもですね、飼育というんじゃなくて、むしろ尾っぽだけ切ってそれをまた放してしまえば、もっともっとですねネズミが増えてラットが増えて、そしてですね、それをまた獲得すれば、報酬金がもらえると、こういう判断をしてより増えてしまったといった、こんなことですね。これからどんなことが言えるかってことなんですけども、このですね効果というのは実は企業のですね経営の中でも結構あるんですよ。例えば社員のね不満についてちょっと考えてみたいと思います。要でこんな不満がきます。やった人とやらなかった人は同じだったらやりがいがないじゃないか、きちっとやった人をもっともっと評価してくださいよって言うんでね、それが困るって言って、社長をねはじめね幹部が、じゃあ人事制度を見直して目標管理制度を導入しましたとなった時にね、どんなことが起きたかということなんですけども、全てじゃないですけどね、低い目標を設定してかえって業績が下がるのってことも発生する可能性もあります。逆にですね、もうどのように評価したら決められているのかわからないという不満があったという場合はどうしたらいいかということなんですけどね。じゃあね、目標管理制度だけじゃなくて人事制度もしっかり見直そうと、そしてですねどういう人をね評価するかということをね、基準を明確にしようとなった時にどうなったかっていうと、導入前よりもね評価に今度社員が敏感になりますから、そうすると、俺公平に評価されてない、私公平に評価されてないわなんて話になって、逆にですね不満が大きくなってしまったと。でこんなこともね起きうることなんですね。またねこれ3つ目です。賃金のね基準が分からない、どうだったらお給料が昇給するか分からないっていうんで、もうこれだけ頑張ったらこれだけねぐらい賃金があるよというね、この賃金テーブルを明確にしたわけですね。そうすると以前はね仕事にモチベートを感じた社員が今度ね賃金にばかり、目を向くようになってしまって、かえってですね、生産性が下がる、こんなことも起きるんです。これをアンダーマイニング効果というふうにね、前弟子のねパズルの実験でお話したこともあると思います。
まあね、なかなかね思った通りいかないんですけども、こういうことが起きうるんで、こういうことを想定してですね手を打つということが当然重要なわけですね。ということで今日のねまとめをしたいと思いますけど、一つはね、企業経営には問題解決しなきゃいけないことはねもうたくさんあります。もう本当にね、私もね特に自分で会社を始めてからですね、もう採用の件、お金の件、もういろんなことですね、商品開発どうしようか、いっぱいあります。しかしね、問題解決をしようと取り組む施策が逆効果になるってことを、これコブラ効果、あるいはラット効果っていうねことを先ほどお伝えしました。そういう危険性があるんですね。でそれが人事面のね話でいくつか例を挙げましたけども、一方ですね、中小企業ってやっぱり仕組みがないといけませんから、仕組みを作ることは重要です。ただ重要なのはコブラ効果、あるいはラット効果をね頭にかさつみにね、して、そしてそんなことのね、落ちられることをちょっとね考えた上で正当化を図るということが、まあ、重要じゃないかなと、こんなふうに思います。ということでですね、今日はコブラ効果を考えて、意外とこれ盲点になりますから、社員の要望に応えようと、まあ、社員のねモチベーションを上げるためにね、やった施策がかえってモチベーションを下げることになってしまう、ならないようにってことで、こんなお話をしました。こうしたですね、よくね言われているようなことに関して題材をしたりとか、あるいは経営学の基本、それから企業事例等々いろいろお話をしていきますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日もご清聴ありがとうございました。